皆さんこんにちは、ナオボンの自習室です。この動画では英語から日本語に変換するスピードを上げる練習をします。英語が母国語でない人は日本語で英語を学ぶレッスンとして聞いてください。この動画の前に見ておいてほしい動画があります。この下の概要欄にリンクを貼ってあるので、先にそちらを見てこちらの動画を見てください。この動画は一緒に勉強できるスタイルです。ヒントを出しながら一緒に翻訳していくのもいいですし、ヒントなしで英語から日本語に直したい人はここで動画を止めて問題を解いてください。解説をした後に最後にデスマス帳と会話帳の翻訳文を表示するので、最後までぜひ見てください。それでは行きましょう。 In India, a python entered a school. ではまた主語と動詞を見つけていきましょう。 A python, SV ですね。で、インディアはインドでいいですよ。 python はね、ニシキヘビです。 entered はね、入ったぐらいで訳すといいと思います。では日本語にしてください。最後にね、動詞が来るっていうのは忘れないでね。ということで、インドでニシキヘビが学校に入ったとか入ってきました。だね。これは簡単だね。で、次。Officials came and removed it from the school. 主語とね、動詞。なので、Officials と came が動詞で、もう一個 removed、 これは V' じゃなくて V ね、 and があって文と文がくっついてるので、なので Officials が S で came が V で removed が V になります。 Officials は警察官でいいよ。 remove はね、追い出すでいこうかな。追い出したでいいです。じゃあ訳してみてね。時間が必要な人はここで一回動画を止めて自分で訳してみてね。じゃあ行きます。警察官が来て学校から追い出しました。はい、次。 After removing the snake, people wanted to take pictures with it. なので、 After removing the snake、 これはね、いいね、複式だね。まあ、この辺もちょっと文法的なことだけど、まあ大事なことは主語と動詞を見つけることなので、ここではあまり深く説明しないでおきます。 People wanted が主語と動詞だね。で、この People をね、人々って訳すとちょっと日本語では不自然になるので、私はもうみんなと訳しました。で、 Take a picture は写真を撮るだね。で、 With it、 ヘビと一緒にだね。はい、じゃあ訳してみてください。いきますね。 After removing the snake、 ヘビを追い出した後、みんなはヘビと一緒に写真を撮りたがったって感じかな。 Someone wanted to take a selfie, but the snake bit him when he was posing. ここで主語を見つけていきましょう。 One man wanted to take a selfie.これね、はい、 But the snake bit him when he was posing、ね、はい、ということで、これはですね、ワンマン、ワンマンね、ある男性がでいいかな。ある男がっていうとね、ちょっとね、乱暴に聞こえるので、で、セルフィーはね、セルフィーでいいので、もうこのままセルフィーで OK です。この wanted to take が取りたがったでいいかな。で、次が it で噛んだで OK です。で、he was posing もね、ポーズするって日本語で言うので、この、ね、訳し方だけど、まずね、one man wanted to take a selfie。ここまで訳して、で、でもだね。日本語でこう先に when he was posing を訳してから the snake bit him まで訳す感じです。はい、じゃあ訳してみてください。いきますよ。ある男性がセルフィーを撮りたがったが、ポーズを撮っている時にヘビに噛まれてしまった。次、later, people took the snake away again ですね。この later は、
まあ、するとぐらいがいいかな。その後でもいいんだけど、took away、took away でね、追い払うぐらいでいきましょうね。じゃあ訳してみてください。あ、ごめん、あと主語とね、主語を見つけるの忘れてたね。people が主語で、took が動詞で、this me が王だね。ということで、じゃあ訳してみてください。はい。すると、再度、みんなは、ヘビを追い払った。ね。で、はい。ちょっと仕事動詞見ていこう。The man will remember. 覚えているだろうぐらいで訳すといいと思います。forever はね、まあずっと。でいいかな。これでね、訳してみてください。はい、すると、でも、この男性は、ずっと、この出来事を覚えているだろう。って感じでいいと思います。はい、日本語ね、一応確認しときましょう。こんな感じです。デスマス調ね。じゃ次が会話調。こっちはね、読みます。インドで、ニシキヘビが学校に入ってきたんだって。警察官が来て、学校から追い出したんだけど、その後みんな写真を撮りたがってさ、ある男の人がセルフィーを撮りたくてポーズを撮っている時にヘビに噛まれちゃってさ、でもっかいみんなヘビを追い払ったんだって。まあ、ここで話す時に、まあ、勝手だよねとか気持ちはわかるけどみたいな感想を入れるといいね。ででもこの男の人にとっては忘れられない出来事になっただろうね。はい、ということで今日はここまでです。なんか質問とかあったら英語か日本語で下のコメント欄に書いてください。それではまたね、バイバイ。